歩きやすいシューズを履き、気の合った人と一緒に。世田谷の秋を散歩しようと、芦沢さん夫妻が自宅から出発します。正常から歩き始めた芦沢さんたちは、秋の自然と歴史を見て回る国分寺街線を選びました。この散歩道はおよそ半日のコースです。随分昔だけど10万年ぐらい前、ここあのカントロームソって今土じゃない、綺麗な茶色い、ね、うん、あれのこういう台地を多摩川が削っていったんだよ、でその削っていく低くなるよね、その脇に崖ができる、まあ、一番端っこの方は崖ができるじゃない、うん、それを街線っていうの。でこれ、うん、国分寺街線っていうんだけど、向こう側には立川街線っていうのがあってね、うん、まあその立川のあたりからずっとこの野川沿いにその崖の線ができてるんです。それが国分寺街線で、これ下流の轟ぐらいまで。あ、そんな長いのね、うん、名前はそういうちゃんと言えば地形学の上ではそういうのを街線っていうの、街線というわけね。で普通は上の方行くとね、ハケっていうんだよ。ハケっていうのはね、大川翔平さんの武蔵野富士の中に出てるハケ。そうそうそう、 あれが普通の言葉ではハケで、学問的には外線って。天気良くなってきた、晴れてきた、ね、風は強いけど日が差してきて、気持ちがいいよ。最初にやってきたこの公園にはフィールドアスレチックコーナーがあり、丸太を使って壁や杭や吊り橋ができています。さらに体育館、野球場、陸上競技場、テニスコートなど、たくさんの施設が緑の中にあります。大倉運動公園の丘を降りてくると、こんなところを見つけました。この流れは自然の湧き水です。あ、そう。この湧き水は武蔵野台地の地下水が崖の切れ目から湧き出して流れを作っているもので、区内では数少ない湧き水の一つです。昔は飲用に、また洗い物などに利用され、地域の人々が大切に守ってきました。あ、そうなのか。すごいね。こんなところがあるなんてちょっとね、信じられないけど。冷たいや。本当？結構。うん、あ、下から湧いてくる。ここでみんな洗ってたわけね。洗濯物を持って。柳もあるし、うん、風もいいし。知らなかったね、うん。知らなかった。ここに一つあるってことはね、近くにまだ別なものがあるかもしれないね。探しに行ってみる。湧き水探検。いいでしょう。うん、すごいわね、本当に。音、まあ音もなんともいないけど、水だって、ね。水のね、冷たさがね、やっぱりさっきとちょっと違う、うん、かなり冷たいっていうか、うん、本当に湧き水の感じ、ね、崖のところから、この中から湧いてくるんだけど、なんか昔にもね、縄文時代からここの辺りみんな人が暮らしてたみたいだね、この水使って。あー、冷たい、うん、さっきに比べて一度ぐらい冷たいんじゃないかなっていう感じ。あー、本当に綺麗。あ、飛びキラが本当カディスがいる、ほらあれじゃない、渓流に行かなくてもここで十分だという。驚いた、これすごい、うん、これね、トビケラっていう、あの綺麗な水に住んでる水生昆虫なんですけどね、これ今さなぎ状態なんですよ。お、来た。おい、はい、おっと、困ったよ、これ全部道だよ。ちょっと待って、こんなところで地図広げたら参っちゃうねこれでしょ、今ここへ来たわけでしょ、これだな、こっち、うん、
行ってみよう。はい、行ってみましょう。すごいところだね。でもなんか長野県軽井沢のさ、ね、中とかそういう感じね、鎌倉っぽい感じでしょ。そうね、切り通しで横穴があって、この横穴なんだ、結構な竹林だ、まさか冒頭の後とはね。これ道祖神？あれ？うん、ここが民家園です。岡本公園の隣には江戸時代の農家の風景を再現した民家園があります。女坂だからやっぱり私こっち行くわ。はい、じゃあ私は頑張って。じゃあさよなら。おお、鳥が。はい、お待ちどうさま。おう、どうでしたか。鳥もいるし、うん、どうしたろう。世田谷界隈賞を受賞した玉川テラスにはクスノキの大木やケヤキなどが保存されています。お、これすごい突然田舎田舎になっちゃった。田舎というか持ち込んできたものかな。ここ昔からあったわけじゃないでしょ。あれ、なんだろうこれ。これ、あ、門に、門。この武家屋敷門は元岡山藩池田家筆頭家老を代々務めた二家というのかな、下屋敷の表門であった。昭和12年、私生まれた頃だよ。まだ生まれてません。千代田区清井町に移転され、再度昭和38年現在移転されたな。ごめんください。あ、こんにちは。この展示室には武家屋敷門を今のところへ移した時に発見された古い土器も展示してあり、土曜と日曜には見ることができます。行きましょう。馬坂を降りてきたところには世田谷区内でも貴重な自然が残っていました。建物もとても素晴らしいんですけれども、はい、この周囲の環境っていうんですかね、うん、とても静かで、はい、あの木が高い木がありますから、はい、とてもいいと思うんですけども、うん、ここの木っていうのはどんな種類が。やっぱり紅葉、上陸の紅葉樹が多いですね。そうですね、まあ、松、それからヒマラヤ杉のほか、はい、まあ、イチョウもありますし。そうですね、さっき銀杏が随分落ちてるでしょ、ね、はい、それからあのモミジは随分植えてありますから。ああ、す、ね、昔はあのモミジが丘と称して、はい、まあ、あのモミジを観賞する場所にしてって、ね、あ、そうですか、はい、鳥もすごく多いんですよね。鳥も多いんですね。それから歩いてくる、はい、あの道がやっぱりもういつもアスファルトばっかり歩いてますから、はい、こういうあの音のする道はなかなか
少なくて。そうですね。いやまあ坂道もね、もうアスファルトにしようかという意見もあるんですが、なかなかそれやってもらっちゃ困るという。そうですね。やっぱりこれの方が、歩き心地はいいと思いますね。いや、花水木がもう赤い、うん、紅葉してきてる。これなんだ、アメリカンドグッド、そういう、うん、通りがかりまして、私初めてなんですけども、はい、ここに地下仏殿ってありまして、どんなものかお聞きしたいなと思ってお伺いしたんですけども、この地下仏殿は龍海和尚、海さん、はい、龍海和尚が四国を満願なさること17旅目に、はい、旅先でお大師様が夢枕に立たれました。大御堂さん、はいはい、そしてその夢枕に立たれ、関東のご婦人のために修行道場を開くようにというお告げがありまして、はい、それに基づいて作られたのが地下の霊場なんです。外線って一応この辺まで、一応外線のね、外線の終着、うん、どうでしたか今日は。今日はすごく楽しかったですね。やっぱり自然がたくさん残ってるところだなっていうこと、うん、まあそうね、これやっぱりまあ、あの水にはすごい湧き水に驚いたけど、そうそれと同時にこう人文的っていうか、うん、歴史的なことでしょ、歴史の的な部分の面白さっていうかな。知ってるつもりだったけど、いやいや、やっぱり身近なものにもっと触れなきゃいけなかった。とてもびっくりした。そうね、こう歩いてみていろんなものにこう巡り合って、